試合壊す達人かな。藤波、お前変わらんかったな。藤波を壊した MLB を許すな。環境が変われば覚醒するとは何だったのか。コントロールの悪さに磨きかかってんなマジで。降参した方がええやろ。中継ぎ降格への無言の反抗。地球連発はピッチコムが壊れてるかららしい。阪神、わしは育ててない。冒頭で失点してて草。草。野球って対角線に投げるスポーツじゃないんすよ。牧への外角3球草。踏み込ませようとして頭部狙いとか凶悪すぎる。対角線が長すぎる。こんなん踏み込めんからアウトローに入れば無敵やん。立派な敗戦処理投手になったな。もうマイナーやろこれ。ボラス出しシーズン中に NPB 復帰もあるな。日本でも大したことないとは言うけど反 P ではあったのに、歴史的ゴミ P レベルに炎上するとはたまげたな。濃紺がさらに悪化したから必然だな。ナイトメアの素質がある。藤波ほどの速球があれば、環境変えればワンチャンいけるんじゃないか、とかいう謎の風潮あったよな。メジャーのが球速いんやし、ただのコントロール悪い P でしかないわな。そもそも日本でも普通に速球打たれてたからな。最後の方は球速は出てたけど、死球、死球、死球、冒頭打ってもはや芸術作品だろ。あれは、コーディエ。ほげえ。日本人はマイナー落ち拒否権とか先発確約オプションつけるからな。ヘイト食らうだけやぞ。ここまで来るとたこ焼きもうっかり客に飛ばしそうやん。